アリフワ。ちょっと理想のたこ焼きに出会ってしまった。皆さんこんにちは、増渕幸男です。今回は水戸市にあるたこ焼きバービストロドタコにやってまいりました。そして今回いただくのがこちらです。すごい、ご覧ください、たこ焼きタワー。いやー、ちょっと数個数聞いてたんですけど、思ってた以上の迫力ですね。なんとたこ焼き50個でございます。私たこ焼き大好きなんですよ。もうね、ウキウキしてたんです。これちょっと見てください、これたこ焼きの一つの大きさがこれ超巨大たこ焼きですよ。まず最初はね、定番のソースからいきましょう。こんな感じで、じゃじゃじゃーん、いきます。これ熱々だよね、大丈夫かな。でもたこ焼きでやけどするのもね、楽しみの一つだから。いきます。一口でいきたいけど、ちょっと中を見せたい。カリフワ聞こえますよ今。うん、ダメだこれ。外すんごいカリカリなんですけど、中がもうふわふわなんで崩れちゃう。うん、おいしい。ああ、出会ってしまった。ちょっと理想のたこ焼きに出会ってしまった。おいしい、最高なんですけど。ちょっと、え、ほんとやばい、これ。わっ、見える？なんかもうね、ちょっとふわふわ感がスイーツですね。カスタードクリームぐらいふわふわしてるんですよ。なのにこのね、外がカリッカリでジューシーで最高ですね。口の中に入れた瞬間に溶けるような、うわ、もうこれうまい。うん、結構私たこ焼き食べるためだけに関西行ったりするんですけど、いや、ここのたこ焼きめっちゃうまい。どうだ。じゃあ続いてこちら、ちょっとね、あんまりたこ焼きでは見ないようなソースですよね。チーズとデミグラスソースですよね、これね。わあ、美味しそう。あ、これ絶対やばい。お、なんかちょっとね、食べたことないたこ焼きなんですけど、これハマりますね。美味しい。一気にやっぱ洋風になりますね。ラザニアのこの下に入ってるのがたこ焼きバージョンっていうか、そんな感じ。でもこれなんかね、ソースもちょっととろっとしてるじゃないですか。この逃げ場のないとろふわ感。あー、もううまっ。次はこれ、おろしポン酢ですね。おろしポン酢自体に青のりとこのごまが入ってますね。ほういほう。うまっ。これはもう本当に私結構ソースと 1,2 を争うぐらい、このおろしポン酢でたこ焼き食べるの大好きなんですけど、あー、でもここの美味しいな、おろしポン酢。こちら通常1つ80円で販売しているということで、お酒と一緒にちょっとたこ焼きをおつまみにみたいなね、時にもいいですよね。一つで売ってるってことはね。で、他にもたこ焼きはつゆだこ、和風だしの中にこうたこ焼きを入れて食べる、まあ明石焼きですかね、そんな感じの食べ方もあったり、引っ張りだこ、納豆とネギと海苔を上に乗せて食べる食べ方と、あとたこ焼き丼とかもあるんですって。
すごいね、メニューが多いですね。じゃーん、たこ焼きのお供にちょっとソーダを飲みたくなったので、で自分でちょっと加減して入れていくんですって。生姜もちゃんとおろした生姜だ。あ、おいしい、これおいしいね、いいですね。しかもね、あ、生姜でちょっと一瞬で体が温まるんですよ。冷たいんですけど、ソーダ自体は。これ風邪予防に絶対いいじゃないですか、この時期。あー、おいしい。それでは最後の一つになりました。あんなにあったのにね。では最後の一口。うん、はい、完食しました。ペロリペロリ、ビストロドタコさんのたこ焼き50個完食いたしました。美味しかった。もう本当理想のたこ焼きに出会いました。ソースもね、いっぱい種類があって、私が食べてない種類もね、いっぱいあるみたいなんで、ぜひ皆さんもね、この大きいたこ焼きだったら、普通の人だったらやっぱ6個ぐらいでお腹いっぱいになっちゃうのかな。6個食べてお酒を飲んでちょっと楽しく完食してください。ということで、ごちそうさまでした。